これ知ってたら3倍くらいは稼げてたかもしれません。Hey guys! I'm Marisa Nanase. 皆さんこんにちは。知識レビューをしている勉強マニアの Nanase です。突然ですが、ここにあるこのバナナを一言で食べてみたくなるバナナにしてくださいと言われたら、皆さんなら何て言いますか？答えは後ほどご紹介します。そう、今日はですね、伝え方の本です。じゃじゃーん、こちら。バナナの魅力を100文字で伝えてください。今日ご紹介するのはこの本なんですけれども、書店に目立ってて結構気になってたんですよね。なんか本屋にバナナが並んでるぞみたいな感じで。で、正直伝え方系の本ってたくさん出てるし、営業の仕事はね、もう卒業したしなーって思ってたんですけど、読んでみてめちゃくちゃ良かったんですよ。久々に面白いとかなるほどがもう連発して、ついつい人に話したくなるような本でした。で、私みたいに自分は今伝える仕事じゃないしと通り過ぎようとした方、そんな人にこそぜひ見てほしい。今回仕事だけじゃなく人間関係も圧倒的に変われる知識になってきます。で、表紙にもあるんですけれども、ここですね、まさに地味だけど一生役立つ伝わる技術、それを今日はお届けします。内容的に神回です。では本日のメニューです、今日もですね、この本はどんな人に向いてるのか、読むべきなのか、そして読んだ後どんな風に変わるか、その後に私のお気に入りポイントを中心に本を要約していきます。まずどんな人が読むといいのかなんですが、人と関わる人、まあほぼ全ての人ですよねもちろん営業マンとかは必須だと思います。正直3年間ね、営業の研修受けるよりもこの本1時間読んだ方が効果出ると思います。私自身営業8年経験してきたんですけど、もうほんと言葉一つで変わるからです。あとは人間関係に悩んでいる人、彼氏彼女が自分のことを理解してくれないとか、もっとこうだったらいいのに伝わらないとか、もちろん職場の人間関係にも使えます。あとは私みたいに SNS で配信をしている人、発信をしている人もすぐに使えるテクニックが満載です。もうサムネとかタイトルめっちゃ悩むんですよねそんな時参考になりそうです。続いてこの本を読むとどうなったか、どう変われるかなんですが、まあ伝わる技術が身につくので、人と仲良くなる、モテる、人の時間を奪わない、相手に喜ばれる、営業成績上がる、夫婦や恋人友人関係が良くなる、喧嘩が減る、価値を発見でき楽しめるなどがあります。私自身は読んでて、身の回りの広告とか流行ってるキャッチコピー、人気の YouTuber の理由、からくりが見えてきたっていうのがとても面白かったです。例えば一つの法則で、ファクトとメンタルを掛け合わせるという法則があります。これは事実と感情を両方入れるというものなんですけど、吉野家のキャッチコピー、うまい、安い、早い、まさにそうですよね。うまいは気持ち、安いと早いは事実。ニトリのお値段以上ニトリっていうのあると思うんですけど、あれもおっていう感情と値段以上っていう事実。そして私のトップ動画見てください。もう笑っちゃいました。1位の再生回数のサムネイルが恐怖放送事故で29万回再生、2位は英語がすごい聞こえるで19万回再生いってるんですけど、両方とも恐怖とかすごいっていう感情と放送事故聞こえるっていうファクト、事実が入ってるじゃないですか。ということで、もうね、数字が語ってますね。この法則に気づけただけでも YouTuber としては本当ありがたいなと思いました。運命変わります。ということで、詳しくはもちろん本をね、手に取ってもらうといいと思うんですけど、まあこちらの中で特にすぐ皆さんが使えそうなもの、生活に役立てそうな技術っていうのを今日は4つご紹介しようと思います。最後にバナナの魅力伝えてみますので、ぜひ皆さんもね、自分で考えておいてください。まずじゃあ1つ目が比較の法則。これは面白いから選びました。この本の中では、ある人気の八百屋さんが普通はあまり伝えないとあることをお客さんに伝えているということで紹介されていました。じゃあそのあることとは一体何を伝えているのか分かりますか？それは、今日おすすめしない野菜や果物だそうです。それをあえてお客さんに伝えることで、いいものが逆に目立ったり、正直さっていうのが伝わりますね。YouTuber のヒカルさんも焼肉屋の試食会でまずいとかひどいとか散々言ってましたが、だからこそ逆に正直にレビューしてくれてるんだっていう信頼をね、獲得していますよね。有名な本、金持ち父さん、貧乏父さんもそうです。私がたまに見る YouTube の漫画動画系もよく比較したサムネを利用されてますよね。勉強系 YouTuber のブレイクスルー佐々木さんもたまに動画見るんですけど、最近比較したサムネイルっていうのめっちゃ使われてます。私実は営業やってた時に商品の悪いところっていうのも積極的に伝えていました。皆さんも相手に何かの魅力を伝えたい時とか、あと自分の魅力でもいいんですけど、悪いところを一
行ってからいいところを伝えてみてはいかがでしょうか。確かにもしね、目の前の男性が自分は頭もいいし仕事も成功してるし女の子にも優しいからモテるんだって言ってるよりも、自分は学歴もないし仕事も普通の仕事なんだけど優しさだけは女の子に褒められるって言ってたら、なんか後者の方が全然好感度上がりますよね。なんで自分の良さを伝えたい時にも自慢っぽく聞こえないで伝えれるテクニックなので、この技術は私もお気に入りです。次の伝える技術は脳内チューニングです。これは日常で皆さんも使えるなと思ったのでご紹介します。例えば皆さん美容院に行ってどう切ってほしいのか伝えたにもかかわらず、イメージと全然違ってしまったことないですか。これは自分の頭の中で思い描いているものと美容師さんが思い描いているものが違っていると起こるものと言われています。例えばショートヘアにしてくださいと言っても、ボブみたいなショートなのか可愛い系か大人っぽいショートかで違いますよね。男女間でもこれよく起きていると思います。ドラマなんかでねよく出てきますが、女性がね怒って、もういいよ帰るねっていうシーンありますよね。あの時本当はね、脳内では引き止めてほしい、ごめんって言ってほしい、追いかけてきてって思ってるんだけど、男性って理論的に考えるから、あ、なんだもういいのか、一人にしてほしいのかなみたいな感じで放置することが現実多いじゃないですか多分まあここまではね本当に伝わらない人たちです。では今日から皆さん伝わる人になるので、じゃあどうすればいいのかというと、相手の脳内とチューニングをしていきます。先ほどのショートヘアの例だったら、実際に写真を見せたりとか、具体的な場所、こことかを3センチ切ってくださいみたいな長さとかで相手とすり合わせていくんですね。女性がもういい帰るって言ったら、本当に大丈夫、なんで帰るのと聞いてみてください。きっと帰りませんそしてね、こういうプライベートの場面ではもちろん今のね脳内チューニング使えるんですけど、仕事でも顧客がね求めてるものとこっちが提供すべきって思ってるものが違ってることって多々あると思います。誰かと一緒に企画をしたり打ち合わせをする時も、常にこの脳内チューニングを意識すると、そういうズレっていうのが収まってくるんじゃないかなと思います。まあこれね、本当に私がやってきたコーチングの世界でももうまさにっていうぐらい重要だなと改めてね気づかされました。続いて3つ目がネーミングの技術です。例えば沖縄旅行と沖縄地グルメ旅行だったら、どっちがより見たいと思いますか。後者の方がなんかグルメなイメージが湧いてきて興味が湧きませんか。あの多いお茶ありますよね。あれ昔全く違うネーミングだったのを知ってびっくりしました。なんだと思います。缶入り煎茶だったらしいです。もう名前変えてから売り上げ6倍になったっていうことがもうめちゃくちゃ変わりますよね。これを普段の生活で使うなら、例えば新商品企画会議とかじゃなくて、〇〇さんと新しい商品についてとことん語り合う会とか、英単語の勉強時間じゃなくて単語ゲットタイムとか、なんかねいろいろ変えて使えそうですよね。音読の時間だったら〇〇なりきりタイムみたいなね、なんかそんな風にスケジュールに書くネーミングすら変えると、もうそれだけでこんなに印象変わるのかと目から鱗でした。で実際私も以前ですね、オフ会とかオンラインサロンで、視聴者さんたちと直接喋る機会があったんですけど、視聴者って思うとちょっと緊張しますでも勉強仲間だなって思うと勉強について話が弾んだりとか、いろいろ聞き合ったりしてとても楽しむことができたのを思い出しました。まあ、引き続きねこのチャンネルの視聴者は勉強マニアか、まあ、勉強マニアになりたい人たちだと思ってね発信していこうと思います。続いてはですね、振り落ちの法則です。話がつまらない人は振り不足かもと言われています。振りっていうのは、相手にこの先はきっとこうなるんじゃないかなっていうイメージをさせること、お笑いとかでありますよね。で、オチっていうのはそのイメージを裏切るような意外性とか驚きのある結末を用意することです。これはこのチャンネル見てくれてる人ならねハマってますね。私もこの法則知らずにやってたんですけど、例えば単にトイック940点が教える勉強法というよりも、トイック555点から940点になった人が教える勉強法の方が興味湧きませんか。まあ、映画になったビリギャルもわかりやすい例ですね。学年ビリのギャルっていう振りがあって、で1年で偏差値40上げて慶応大学に合格というオチが効いてきます。皆さんも話を面白くしたいなと思った時、相手を引き込みたい時はぜひ振りを入れてみてください。ツイッターで伸びてるアカウントとかって確かに振りをね入れてるなと思って、私もねまた早速プロフィールとか変えてみようかなと思いましたさて4つの技術をピックアップしてお伝えしました。比較の法則、脳内チューニング、ネーミング、振りとオチ、これらを活かしてバナナの魅力を伝えてみようと思います。まあ、もしね私だったらという、内容になってくるんですけれども、ちょっと本をね参考にさせていただいて、まあ、バナナって匂いが独特だし、あんまり実は好きじゃなかったんですよ。でもこのバナナは酸味と甘みのバランスが良くてすっかり好きになってしまいました。オーガニックで高級マンゴーよりも人気者ですとかですね、まあ元々ね好きじゃなかったっていう振りを入れときつつ、匂いとか良くないところも述べつつ、でもそこを上回る味だと、まあ好きっていう感情を入れながらオーガニック
くというファクトも入れる。さらにですね、比較の法則を使って高級マンゴーよりっていう風に具体化にすると。おまけに商品名を食べると幸運を呼ぶバナナなんてすると、多分ネーミングの力も増してちょっとは食べてみたくなるんじゃないかなと思いました。まあもちろんですね、ちょっと極端な例で出させていただきましたし、正解っていくつもあると思います。伝える相手にもよると思います。例えば子供だったら高級マンゴーと比較するよりもチョコとかの方がね、分かりやすいかもしれませんし、年齢性別いろいろだと思います。で、一応本にもですね、いろんな解説、まあこのバナナの魅力をどういう風に伝えるかとかもね、ちょっと詳しくね、さらに書かれていたので、ぜひ見てみてください。ということでね、最後に一つだけ、この本ですね、私にとって本当バナナみたいな本だと思いました。初めはなんかよくある感じの本かなとか、伝え方、話し方、私営業経験8年あるし、いろいろ学んできたし、本もたくさん読んでるから、もう新しく学ぶことあるのかなと。でも実際中身を見てみると、本当甘みのような面白さがたくさんあって、酸味のようにパンチが効いた知識がたくさん詰まっていました。熟せばより甘くなっていくように、何度も読んで自分に役立てることができる本じゃないかなと思って、ちょっとね、今最後にですね、いろんな法則詰め込んだんですけど、今日ねこちらの方を皆さんにご紹介しました。ということでですね、ちょっとまあ極端な例を出しすぎてしまったかなというのもあるんですけれども、本当にそれぐらいね、ちょっと面白いなと思った本だったんですね。ぜひね、概要欄に貼っておきますので、よかったら見てみてください。また、プレゼンテーションとかね、伝え方ってすごく重要だと思うんですよ。でさらによりプレゼンについてとか知りたい方いたら、私ユーデミーという動画教材の方でプレゼンコースを作って出させていただいてますので、よかったらユーデミーのコースも下の概要欄から見てみてください。無料でね、見れるレクチャーもいくつかご用意しています。ということで、普段は私のチャンネルでは、皆さんが明日から使えるような知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。おすすめ本や、いろんなビジネス本などから学ぶ知識提供してますので、ぜひ今日の動画いいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。皆さんがちょっとでも伝わる人になりますように。 See you!